ージないの。待って、電池ない。よかった。ノーベル物理学賞。オッケー、後だよ。オッケー、オッケー、オッケー。パー。ほっほっ。ほら、でれ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 。パカオチャンネル。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。見習いバイク整備士、パカオチャンネルのパカオです。今日もまたブログをやっていきたいと思っております。やった。さて、今日向かいますのはですね、チョコレートのお店に向かいたいと思います。スイーツーリングってやつですね。スイーツーリング企画いっぱいやるって言ってたじゃん。で、結構こう暇な時とかさ、どこ行こうかなっていろいろ調べているんだけど、気になるチョコレート屋さんがね、埼玉県の深谷市にあることを発見いたしまして、ちょっとね、今日はね、そこのお店に向かっていきたいなと思っております。本当にこうネットをサーフィンしてペラ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 ーって見つけたやつなので、実際に行ったことあるわけじゃないから、どんなお店なのかは全然わかんないし、なんとも言えないんだけども、パッと見は結構オシャンティーなねお店でしたよ。絶対おいしいと思う。あ、バイクが外れた。車の車隠れるの。あ、ケアのオレンジ。何あれ、めっちゃ混んでるんだ。よーし、これ右行っちゃおう。なんかお子ちゃまがいっぱいいるけど、よいしょ。お子ちゃま引かないように気をつけないとね。そう、なんかさ、一気になんか涼しくなっちゃったよね。暑い直射日光はどこ行ったんだって感じ。あれ、これ大丈夫か。おやおや、あの、この上の道を右に行きたかったんですけどね、私。ダメでしたね、繋がったらすぐでしたね。いや、まっすぐ行っちゃおうか。ここ通り抜けできませんって書いてあるけど、通行止め。いや、やめた方がいいのかな。うん、もうしょうがない。ゆったんゆったん、大失敗をしたような気がする。多分なんかこの川沿いさ、良さげじゃない？なんかスタートするときに良さげじゃない？ね、どうどう？え、待って、右行ってくれないかな。ん？ん？普通じゃないよね。普通じゃない、普通じゃないよね。うん、大丈夫。あ、まあちょっと今回撮影時間ギリギリなんだから、変なことしてる暇はないんだよ。ちゃんと行かないと寄り道ができないんだよ。見てこれ、わかるかな。めっちゃ真っ赤なんですけど、なんか嫌な予感するな。なんか途中で切れそうな予感がするんだけどな、これ。うわ、やべ、めっちゃ混んでる。超混んでるんだけど、さ、もう見てこれ、前トラック、横もトラック、斜め前のトラック、後ろのトラック、トラック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 。怖いよ、怖いよ。トラックに囲まれる小型ミニ。まるであれだね、狼の群れの中に放り込まれた子羊のような怖さがあるよね。つまんない系男子。ノーベル物理学賞。何、ここの出身校はノーベル物理学賞取ったの？そうなの？え、すごくない？そしたら、やっぱ埼玉、埼玉ってすごくない？ほら、ノーベル物理学賞取ったんだって、ここの人。ここの人かどうか知らないけど。逆にここの人じゃなかったら、この名前を張り出してる意味がわかんないけれども、さ、いたまー。埼玉、埼玉、埼玉な。埼玉は関東で3位なの。なんかさ、最近下ばっか行ってるからさ、あんま同じ道走るとさ、坂尾的にどうなのって思うからさ、ちょっと今日東に一回行ってから北に向かってるんだけど、なんだかんだ三上に出てる。あ、いいの。前浜皆さんはね、道とか見てないだろうから同じ道通ってもいいんだけど、坂尾的には同じ道通ってばっかだと飽きちゃうからね、違う道通りたいんですよ。だからちょっとね、今日は東に行ってからスタートしたんだけど、なんだかんだ同じ道に戻りつつあるような気がする。え、前浜皆さんはあれですか？ちゃんと坂尾のこの道を見てますか？基本的にあれですよね、てる、みんなラジオモードでしょ。映像なんかどうでもいいよみたいな。てるパカオ。そう、しかも聞いてよ聞いてよ。なんかさ、パカオの動画は睡眠導入系らしくてさ、パカオの動画を聞いてると眠くなると言って寝る人が多発してるんですけれども、どういうことですか？どういうこと？いや、いいけど。なんで寝るんだよ。今日今日、おい、そこで目をつぶってるこのタイラーの君だ。起きろ起きろ。おはよう、おはよう、おはよう。起きて、朝だよ。起きて、起きて、起きて。起こしてくっさい。だって寂しいじゃん。まあ全然いいんだけどさ、全然いいんだけど。なんで寝る？そのなんで睡眠導入系、なんで睡眠導入されちゃうの？なんかそういうのがあるのかな。最近ほらアプリとかでさ、よく流れてくるじゃん。私とお話ししませんかみたいな、あれ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 やろうかな。あれやったらもしかして大人気になるかな。パカオ、パカオの声でゆっくりお眠りなさい。永遠にな。で、前の車ブレーキランプ片方切れてるよ。そう思わない？これお伝えしてあげた方がいいのかな。でもパパにはね、そんなコミュニケーション能力ないからさ、いきなりトントンってやってブレーキランプ切れてますよって言えないよね。言っちゃう？頑張る？頑張る？いやでもなぁ、ちょっとなぁ、無理無理系だ。そういえばなんか蜂、ビルガキがコロナを無効化するっていう論文、論文だから研究だから発表しましたね。あれね、どうなんですかね。ただの蜂じゃなくて渋い蜂を食べると効果がある、効果があるというか、抑えるとかじゃなくて無効化だからね。無効化、これなかなか結構衝撃的なニュースですよね。でもね、パパはね、蜂嫌いなの。無効化の効力を得られない。ちょっと誰か早く薬買ってみて。なんかこの辺発達してるね。なんか綺麗だし、駅でも近くにあるのかな。言うても大体こういうところにピッとが入ってるだけなんですけどね。埼玉なんてこんなもん。おー、なんか超走りやすい。どんどん抜かされてください。あ、法定速度が60キロだ。あ、すいません、50キロで走って、すいません。法定速度が60キロってちょっと、お兄ちゃん、ここは辛いんですけど。ここはね、ほんと50キロで走るのがいい。あー、楽しいからね。すげー辛いな。ラーメン、あ、いい匂い、あ、いい匂い。ラーメン、ラーメン食べたい。ラーメン、ラーメン。もうお昼だもんな。ラーメン食べたい。今日のお昼はラーメンしよう。ラーメン、すげー、ラーメン、ボン。まだこれ制限速度60キロだね。あの、パカオね、無意識にね、50キロに下がるからね、頑張って速度出さないと、渋滞作っちゃう。よいしょ、よいしょ。なんか右車線めっちゃ渋滞してますけど、何？森林公園西口事故？なんだ？なんだ？お、なんかめっちゃ混んでるよ。すごいね。めっちゃ混んでるよ。森林公園って、なんか虫取りとかあるのかな？知らんけど。こっちだって。よいしょ、下道に入った感じはしますよ。取れてるよね。間もなく左です。パカオなり、間もなく左方向です。左方向です。よいしょ、よいしょ。鼻かい。
ウィンカーです。ウィンカーウィンカー。ウィンカーこれでーす、ウィンカー。これ左にやると、左。あ、青だ。あ、そう。説明してたのに。せっかく説明してたのに。おー！いいね、こういう道。田舎道でいいよ。こういう道よね。のんびりのんびりね。制限速度40だ。気のせいか。空気が美味しい。気がするー。なんかさ、こういう田んぼのさ、隣にある道をさ、学校の帰りに友達とふざけながら帰る。青春の不思議。いいよね。うん。ノスタルジックになってくる。あら、本当にいいじゃないか。信号もないし。え、ダメカは乗馬学校だって。乗馬馬とか乗ってみたいよね。ちょっと、白馬の王子様とかやってみたいって思わない？あれだったら、黒馬の王子様でもいいんだけど。まあなんか、カカオは振り落とされる気満々なんですけどね。ほら、なんかほら、ノスタルジック。ノスタルジックあれ。いい、ああいうのいい。ここだけちょっとノスタルジックな BGM にしようかな。なんか天気もさ、曇りからちょっと晴れ間が見えてきてる気がする。明日天気晴れっかな。明日今日まで雨の予報だったのに今日晴れちゃったからさ、今日出てきたんだけど、明日晴れたらどっかまた行こうかな。編集サボってどっか行こう。えへ、お、おや、お参りしてる。バイクのいいところはああいうのだよね。ちょっと気になったところにさ、ハッて行けるのがいいと思わない？車だとさ、駐車するスペースとかさ、考えなきゃいけなくなっちゃうじゃん。でもバイクだったらそういうの気にせずささっと止められるからいいよね。今日さ、朝ごはんはご飯に鮭瓶とかに入ってるクレープのやつ、あれを食べた後にね、レッドブルを飲みまして、今日もね。でおかげさまで目はシャキーンとしてるんですけれども、ついさっきゲットが出たんですよ。全部どうだったと思います？レッドブルと鮭の混じった味が口の中に広がったよ。やったね。電池が心配。56本。もしかしたら絶妙なタイミングで切れる可能性がある。1時間2、3分は電池持つと思うんだけどな。ギリギリ持って。頼む。目の前で途切れるとかそういうのいらないからね。そういうネタいらないからね。ドキドキ。大丈夫大丈夫。頑張れ頑張れ。俺の GoPro を耐えてくれ。なんか iPad の途中で切れた。ということでとか言ってる間に切ってくれ。どこ曲がるのかな。ここ曲がります。信号のない交差点を曲がります。え、こんなとこに。大丈夫。ギリ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 よ。この辺。あ、これかな。これだ。アートスタジオって書いてあるよ。アートスタジオだよね、これね。チョコレート。ルシェルブル。どこ？え？ここって書いてあるんだけど。どこ？ジンギスカンじゃない。ちょっと、電気ないんだから。ゲタン。え？違うね。侍。アートスタジオは違うね。ん？あっち？どこ？ぜひぜひ皆さん食べてみてくださいね。ということで今回の元ブログはね、ここまでにしたいと思いますよ。面白かった人はね、よかったらチャンネル登録と、あとはね、高評価のボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた。